今回紹介するのは瀬野マリンさん。2005年10月17日生まれ現在18歳東京都出身です。概要欄に関連商品や動画の詳細があるのでよかったらチェックしてくださいね。瀬野マリンさんは現在18歳の現役高校3年生のアイドルです。身長は 158cm でとっても小柄な女の子。体は細いのに バストは大きく推定でも D カップ以上あると言われています身長が高いわけではないですが非常にスタイルも良く今時の女子高生を感じさせるフレッシュさがありますファンの中では正統派美少女と言われている瀬野マリンさんですが自分では正統派といったことが一度もないそうです現在は TikTok でも活動されており 2023年9月現在でフォロワーが3.2万人を突破しています。誰が見ても可愛い顔立ちで小動物みたいなキャラクターが男性に人気です。また、instagram は2023年9月現在でフォロワー数が3.6万人を突破しています。これだけファンが増えればグラビアだけでなく、アイドルとしても有名になるのも近いでしょう。 続いてセノマリンさんの経歴を紹介していきますセノマリンさんは2006年に芸能界デビューを果たしますその後2021年9月にアイドルグループカラフリックでデビューしますしかし2022年カラフリックは3月1日をもって活動休止を発表セノマリンさんは2023年1月14日より新規アイドルグループ ススプスラッシュュで再デビューします2023年8月には TIF 東京アイドルフェスティバルに出場2023年9月25日には「週刊プレイボーイ41号」で初グラビアに挑戦します現役高校3年生の初々しい制服と水着で王道グラビアのクイーンとなっています10月27日にセノマリン生誕祭 マリンバースデーライブ2023を東京恵比寿にて開催予定と発表またデジタル限定瀬野マリン写真集が電子書店にて絶賛販売中です次に瀬野マリンさんの出身高校はどこなのか調査していきます瀬野マリンさんは東京都内の学校に通われていますが詳細は見つけられませんでしたしかし 情報の中に女子校に通っていることや通信制の高校というキーワードが多少ありました瀬野マリンさんはアイドルとして活動されていますしあまり被害に遭わないようにするためにも高校など学校は公表されていないのかもしれませんねですが今後は卒業報告などを SNS で公表する時があるでしょう TikTok や Instagram でも多くのファンを抱えている瀬野マリンさん 今後のの彼女の活動に目が離せませまんねご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは話題の女優やアイドルモデルなどを厳選して紹介しています。よろしければ高評価チャンネル登録をお願いいたします。